ヘルムシュタットバーゲンは、ドイツビュルテンベルク州ラインネッカー郡に属す自治体で、バイプシュタット自治体行政連合及び、ブルンネンレギオン観光地域に所属する。ヘルムシュタットバーゲンは、暗いガウの丘陵地域が、昭デ電バルトに移行する場所に位置する。長域を5つの小川、シュバルツバッハ川、ボレンバッハ川、ホルシュトバッハ川、ゴイルバッハ川、バルトシャフトバッハ川が流れている。 ヘルムシュタットバーゲンに隣接する自治体は北から時計回りにアグラスターハウゼン、オーブリヒハイム、ヒュッフェンハルト、バート・ラッペナウ、ネッカー・ビショフスハイム、バイプシュタット、エプフェンバッハ、ライヒャルツハウゼンである。この町は町名の由来となったヘルムシュタット地区、バーゲン地区とフリンスバッハ地区からなる。1970年にフリンスバッハはヘルムシュタットに合併した。 自治体ヘルムシュタットバーゲンは、バーデンビュルテンベルク州の自治体再編に伴い、1975年1月1日にヘルムシュタットとバーゲンが合併して成立した。ヘルムシュタットは、792年のロルシュ文書の書類に初めて登場する。この村は、遅くとも13世紀には、村の名前の由来になった、貴族家ヘルムシュタット家の本拠地となった。この貴族家は、 プファルツ選定校の貢献下にあり、後には帝国霊園として統治権を有した。精神障害を病んだバオルフ、アダム・ヘルムシュタットが1694年に子供を残さないまま亡くなり、この村はボルフ・アダムの妹マリア・マグダレーナの夫にあたるヨハン・フィリップ・ベルリヒンゲンに皇帝から授けられた。これに対して法的に正当な霊園の継承者であるビショフスハイム、 ケイヘルムシュタット家は訴訟を起こした。同じ年、ヘルムシュタットの城はフランス軍によって破壊されている。1803年にこの村はバーデン大綱領となった。バーゲンは600年頃にフランケンの独立農場として創設され、やはり792年から793年の年の変わり目にロルシュ文書に初めて登場する。この村は ストバーゼントの一部として1380年からバーデン大公領に移されるまでプファルツ選定公領に属した。バーゲンと元々はバーゲンに従属する小集落であったボレンベルクの統治権はボルムス司教からエーレンベルク家に託されていた。エーレンベルク家の断絶後1647年にボルムスはこの霊園を分割し、ボレンベルクを現民元家に バーゲンを異なるいくつかの霊園領主に分け与えた。ボルムスは、1719年から1803年までの間、バーゲンの統治権を取り上げ、直轄地とした。1952年4月末、バーゲンの新しい学校建設の際に4つの墓が出土した。当時のバーデンビュルテンベルク州文化財保護局の主任、アルブレヒト・ダウバーは、2度の発掘機を設けて、 さらに42の墓を発見し、遺体の他に、武具や送信具、その他の物品を発掘した。考古学者ウルズラコッホは、この古代墓所の利用開始時期を、西暦590年から610年の間と推定している。そして、この墓所は約70年間利用されていた。情報、写真、記録や出土品は、バーゲンの畜博物館で見ることができる。 フリンスバッハの存在は1365年に初めて歴史上確認される。1380年から1803年までこの集落はプファルツ選定公領であった。領主権は初め分割されていたが1770年頃にこれをヘルムシュタット家に一本化した。その後フリンスバッハはバーデン大公領となった。町役場議会の定員は14議席。 議員の任期は5年である。図柄、赤字に、銀の出版ゲヘルム。隙間から赤い裏地が見える。金の首飾りと金の縁取りがついている。この紋章は1748年のヘルムシュタットの印象に由来する。兜のデザインは村の名前に由来したものであろう。1901年に、州文書局から配色が提案され、町はこれを受け入れた。 ヘルムシュタットバーゲンは1978年7月20日にこの紋章を引き続き用いることを決め、改めてラインネッカー軍当局の承認を得た。旗は白から赤であり、1978年に認可を得ている。このルネサンス様式のツルベイドはヘルムシュタットを象徴する文化財であるヘルムシュタットの球場感はかつて水上であった。現在は その一部が残るのみである。この城は1694年に破壊され、その古い基礎の上に農場関連の建物が建設された。1900年頃まではオフィスとして使われていた。混流者であるベルリヒンゲン家を示す石踏み板や紋章が残されている。中庭の真ん中に1900年頃に再建されたルネサンス様式のツルベイドがある。 ヘルムシュタット地区の中心部に位置する旧村役場は、その玄関上に大きく古い村の紋章を掲げている。隣接する古い農場の建物は近代化され、拡張され、やがて町役場として用いられるようになった。町役場の向かい側には、1865年に復興されたプロテスタント教会がある。その横には1870年から71年の、 戦争記念碑が立っている。地区中心部の建築アンサンブルにはさらに1779年建造のバロック建築が含まれる。この建物は2006年に改修され薬局として利用されている。ヘルムシュタットにはこの他十7世紀の見事な木組建築が保存されている。台座の上に立つライオンの石像は百三十九年から百四十五年の 保留記念日となっている。カトリック教会は戦後に建てられた近代的な機能建築で集落の外れに位置している。その下方連邦道 B292 号線に面して旧学校校舎が建っている。最大のスポーツクラブ TSV ヘルムシュタット1912は875人の会員がおり、サッカー、ワンデリング、エアロビクス、バドミントン、体操競技、 ノルディックウォーキングといった種目を楽しんでいる。バーゲンでは SV ホルツナ・バーゲンというサッカークラブが組織されている。フリンスバッハには TC フリンスバッハというテニスクラブがある。新しいスポーツクラブ VSG ヘルムシュタットにはバレーボールチームもある。毎年8月第3週の半ばにヘルムシュタット・ザ・ウアークラウト市が開催される。 カーニバルの機会もヘルムシュタット・バーゲンでは催し物が行われる。シュモッツィン・ドンナースタークにはヘルムシュタット・シュバルツバッハ・ハレの集合地点に周辺地域全土から1000人以上の参加者が集まる。バーゲンにはカーニバルクラブも存在する。バーゲンの学校体育館での演技は毎年住民たちがインバージ、ダイアージ、ヘルオと唱えながら集まってくる。 数年前からはヘルムシュタットの町役場の中庭でクリスマス市も開かれるようになった。道路交通この町を通る最も重要な道路はヘルムシュタットの西を通る連邦道 B292 号線であるローベンフェルトからハスマースハイムに至る修道 L530 号線が町の中を走っている。公共交通機関ヘルムシュタットは シュバルツバッハタール鉄道沿いに位置している。この路線全線は、エルゼンツタール鉄道や、シュタインスフルトエッピンゲン線とともに2009年までに、電化され、ラインネッカー S バーン網に組み込まれる予定になっている。これが開通すると、ハイデルベルクやマンハイムに乗り換えなしで行くことができるようになる。BRN、スウェグ、 オフマンライズンの多くのバス路線が、ヘルムシュタットバーゲンと近隣町村及びジンスハイムや、バーとラッペナウを結んでいる。ヘルムシュタットバーゲンで最も読まれている新聞は、ハイデルベルクに本社を置くラインネカーツイトゥングで、ある。ハイルブロナーシティムや、その他の日刊誌もヘルムシュタットバーゲンで購読できる。ヘルムシュタットバーゲンは、バイプシュタット自治体行政連合の構成メンバーで、あり、 週刊の広報誌が提供される。これらは翻訳元である、ドイツ語版の参考文献であり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。